日防 F2 次期戦闘機開発が、日本、イギリス、イタリアによる合同で開発する国際プログラムが発表されました。日本の IHI 社製の XF9 エンジンが、世界標準クラスの数値を示しました。このエンジンが実際に量産化されるのか気になるところです。今回は、いよいよ動き出した3カ国による共同開発 GCAP について詳しく見てみましょう。日本の XF9 エンジン、中国としてはこのエンジンが気になる存在らしいですよ。2022年12月9日に日本の次期戦闘機開発の計画である現在の F2 戦闘機の後継機開発が共同で開発する国際プログラムを日本、イギリス、イタリアの3カ国によるグローバルコンバットエアープログラム GCAP となることが正式に発表されました。現在の F2 戦闘機開発当時は日米貿易摩擦などの日本とアメリカ間においての政治的な問題等によりアメリカ製の F-16 戦闘機ファイティングファルコンをベースとすることが求められたことからすればアメリカが開発に関わらないのは異例である。太平洋戦争での敗北後、これまで自衛隊の戦闘機においてアメリカ製の機体を日本国内の企業が政策に応じる形で調達する事例が多かったので、当初アメリカのロッキード・マーティン社の名も提携先として選定が見込まれていました。もちろんアメリカのいわゆる第5世代戦闘機であるロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2の存在感はとても大きく、次世代戦闘機の開発においてもベースとなるのではと注目されてきました。しかし、今回の正式発表を受け、これまで技術支援として関わってきたアメリカのロッキード・マーチン社が、日本の次期戦闘機開発計画に加わらなくなった理由を推測すると、大きく2つが考えられる。理由の1つ目は、今回の日本の次期戦闘機の能力がアメリカ側にすれば、すでに F-22 ラプターや F-35 ライトニング2で実現している。第5世代戦闘機の延長線上にあると捉えていることと、日本側が今回の開発の主導権を有することに対して、や、技術の共有に対して消極的であり、共同開発のメリットを感じなかったとの見方もあります。そして、2つ目は、日本の次期戦闘機開発のスケジュールですが、現在の F2 戦闘機が2035年頃から、退役を迎えるため、2030年頃には生産を開始し、2035年頃には配備を始めていなくてはなりません。しかし、これに対し、アメリカ軍の次世代戦闘機の開発及び配備スケジュールが、日本のおよそ10年後の2040年代と見られており、開発時期そのものが相違していることも挙げられます。アメリカは、今でも多数の西側諸国に対し第5世代戦闘機の F-35 ライトニング2やその前の世代機である F-16 ファイティングファルコン新型の V 型等を多数供給しており、 F-16 ファイティングファルコンは導入予定のものを含めば生産数は5000機を超える見込みで、日本の次期戦闘機の配備予定は90機ほどと F-16 に比べればわずか数パーセントと非常に低いことがわかります。そうした需要を有しているアメリカはビジネスと捉えた上で、積極的に関与するまでもなく、アメリカの優先度からすれば、自国の新型戦闘機の開発の方が最重要課題だと考えるのが当然ではないでしょうか。さらに、アメリカ空軍によると、かねてから計画されていた第6世代戦闘機、NGAD ネクストジェネレーションエアードミナンスプログラムが開発段階に入ったとも発表していますしね。そもそも今回共同開発を行うことになったイギリスの BAE システムズテンペスト計画も、日本の次期戦闘機も
いわゆる第6世代戦闘機を開発するプロジェクトであると、数年前までは、一般的には、そういう認識であった。このように、第何世代というグループにまとめることで存在する戦闘機を、データの収集や分析を数値化して、どれに分類するのかといった分類の方法が存在するのではなく、後の評価によるものであると思った方が良いと思われる。現在の第5世代戦闘機の特徴といえば、全世代機との一番の違いはステルス性であり、レーダー、センサーの向上性に加え、探知能力、戦闘能力を確保し、敵のレーダーに探知されにくいステルス性を確立している。さらには、F-22 は、ロッキード・マーチン社が航空支配戦闘機であると自称すほどの空戦能力も兼ね備えており、次世代の戦闘機は、それ以上の性能が付与されるのは間違いなく、それをアメリカ側が第6世代機だと紐付けなくても良いとも取れる。まあ、今回の共同開発において、第5世代と言われる戦闘機よりも優れた、日本、イギリス、イタリアの3カ国が目標としている機体が完成すれば良いことで、結果的には成功だと言えるのではないでしょうか。さて、今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの開発にあたっては、日本では、三菱重工業社が、主契約者となり機体を担当し、IHI 社が、機関部を、三菱電機社が、電子機器を担当することが決まっています。そして、イギリスからは、BAE システム社が機体を、ロールスロイス社が機関部を、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当し、チームテンペストそのままでもあります。そして、イタリアからは、レオナルド社とアビオエアロ社などの企業が開発に参加します。イギリスのロールスロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している、現行のユーロファイタータイフーンの機関部の開発も主導しており、また、F-35 ライトニング2の新型の機関部開発にも先日まで関わっていました。ロールスロイス社はこれまでの実績からアメリカのジェネラルエレクトリック社やプラット&ホイットニー社と並んで西側諸国を代表するエンジンサプライヤーであり、艦艇搭載用の機関部も多数手軽など有数の技術力を持っている。そうしたことからも今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムの機関部の開発では、イギリスのロールスロイス社が主導権を握る立場につくのではないかと想定されます。そんなロールスロイス社ですが、テンペスト計画においては、機関部の開発で難航していたと伝えられており、戦闘機における機関部の開発のハードルがいかに高いかということを感じさせられました。それでも、イギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイターターフーン等で、多数の量産型の戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しており、ロールスロイス社の持つこの分野での技術力が注目される。そんな中で、機関部を担当する日本の IHI 社は、日本の次期戦闘機開発の一環として、防衛装備庁と IHI 社が開発を進めてきた、実証実験機用に開発した XF-9 エンジンを2018年に1機ではあるが、防衛整備省に納入しています。この FX-9 エンジンは、現在の防衛装備庁と IHI 社が、次期戦闘機開発の一環として2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトは、スリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれました。大電力消費に対する発電能力やステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応し得る品質であり、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも、
約1800度を記録、世界標準クラスの数値を示しました。近年、空軍力も強化している中国ですが、日本の IHI 社が開発した戦闘機用 XF9 エンジンを中国メディアの八卦号が世界が注目していると紹介するなど、中国としてはこのエンジンが気になる存在であることは間違いないようです。しかし、このように海外メディアからも注目されている XF9 エンジンですが、これまで述べてきたのは、あくまで地上での動作確認であり、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、日本には、陸上で、高高度での戦闘機用のエンジンの状態を十分にテストする設備がありません。その戦闘機用のエンジンをテストするための設備を、ATF アルティチュードテストファクトリーといい、アメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスなどの自国で戦闘機開発を手掛けてきた国々は、高い性能のものを保有しています。日本には、こうしたテストを行うための設備がなく、IHI 社の XF9 エンジンは、このようなテスト設備での正確な検証が行われていないことから、量産化には、まだ時間がかかりそうです。しかし、今回、日本、イギリス、イタリアの3カ国によるグローバルコンバットエアープログラム GCAP となったので、イギリスの持つ ATF、アルティチュードテストファクトリーが機関部のテストを行うことは間違いないでしょう。そこで、日本の IHI 社の XF9 エンジンをイギリスの持つ ATF、アルティチュードテストファクトリーで正確な検証を行うのかはわかりませんが、結果的には実用的なエンジンが、さらには求めていた戦闘機が完成すれば、インド太平洋地域やヨーロッパ地域の平和と安定につながることは言うまでもないでしょう。